はい、皆さんよろしくお願いいたします。拉致被害者全員奪還ツイキャス。はい、今夜も始まりました。よろしくお願いいたします。今日のゲストは、荒川区議
小坂英二先生にご出演していただきます。はい。小坂先生もさっきね、コメント書いてくださってましたね。ありがとうございます。お世話になります。まずはね、小坂先生にお電話をおかけしたいと思います。こんばんは。小坂先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お世話になります。ありがとうございます。こちらから今日もありがとうございます。はい、ありがとうございます。前回ですね、小坂先生に、はい、ご出演していただいたのは、安倍総理の、銃撃がありまして、はい、その後ですね、すごく統一教会について、ね、はい、報道が過熱した時に、はい、統一教会っていうのはどういう団体なのかみたいな、カルトについても、はい、詳しくお話をお伺いしたんですが、はい、はい、また今日はちょっと違う視点といいますか、小坂先生にぜひ LGBT 問題についてお話していただこうと思って、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。2週間ぐらい前にお願いをさせていただいたときは、はい、まさか9日に衆議院でね、可決されてしまうなんて、ちょっと、議論もなく、はい、そうなんです。審議もなく、もう、あっという間にこう、通ってしまって、まだ参議院議員はまだなんですが、もう本当になんか、えっていう、本当にびっくりしてしまったんですけど、はい、小坂先生はもう、ちょっとこう、ある程度予測をされていましたでしょうか。いや、もう、ものすごい力が、うん、政権の中だけではなくて、明らかにアメリカから、はい、バイデン民主党政権から、あって、何らかの裏取引か脅迫があって、うんうんうん、その上で成立をするというのが取引条件になっているんだろうなというふうに、確信をしましたね。あ、はい、はい、はい、アメリカのエマニュエル駐日大使という、はい、非常に、ね、すごく普段からね、ツイッターの方でも、はい、ちょっと内政干渉かなと思われるぐらい、日本の LGBT 対策は遅れてるっていう趣旨のツイートをされていましたね。はい、日本自体がもう遅れてるというような見下した認識があらゆる書き込みに一貫して溢れてますね。もう日本は進化の過程にあるとこういうようなことを書いてましたけど、どれだけ日本とアメリカの歴史が違うかっていうのを少し勉強していただきたいなというふうに、本当ですよね。はい、思います。日本は全く遅れてませんし、そうですね、はい、昔から、そういう、なんていうんですかね、別に異性間だけの、恋愛を認めてたわけじゃなく、例えば同性愛にすごく、弾圧があって、死刑になってしまうような国もありますが、あと、ね、強制施設に入れるような国もありますが、日本、ね、ヨーロッパでもあるんですけど、日本は全然そんなこともなくて、寛容に一緒に、はいはい、共存してきた、もう何百年も歴史がありますからね。そうですよね。はい、はい、皆さんもよくご存知の、有名なところで言いますと、織田信長さんと森蘭丸さんとだったり、はい、上杉謙信もね、そういう手紙が残っていたり、ね、男性の恋人への手紙が残ってたり、修道と呼ばれる、はい、そうですね、そういう習慣もありましたし、はい、尊重しつつも、はい、ただそれを制度だとか、うん、昔は法律って言葉じゃないですけど、はい、決まり事の中に明確に位置づけたりはしないで、うんうん、社会の中でうまく折り合いをつけながら共存していたという歴史があって、ね、はい、それを今までも昭和も
平成も令和も続けてきて、それをそのまま貫けばいいのに、なぜか条文に入れたり制度を新しく作って、うん、明確に自分たちを、はい、LGBT の人たちに続けなきゃダメだというし、脅迫観念を世の中にまき散らした人たちがいて、はい、まあ、それに基づいて、まあ、今制度が作られ法律が作られているというのは、まあ、日本国内にもそういうのをやりたがる人がいるんですけど、やっぱり外から持ってきた、アメリカが持ってきて、まあ、無理やり進めているなというのは感じますね、はい、感じますよね。やっぱりね、なんか本当余計なお世話だなと。はい、そうですね。でアメリカは自分の国の中で成し得なかったこと、まあ、今共和党の勢力と民主党の勢力というのはやはり、まあ、どっちが優勢になったり劣勢になったりというのをまあ繰り返しているわけです、はい、その中でやっぱり共和党側の揺り戻しもあって、はい、LGBT の件について民主党側の思惑が押し返されて押し戻されているというような中で、はい、自分たちの思っている法律がアメリカの国内で十分うまくいかないと、制度だ、法律、それもその理想というのを日本に持ってきて、はい、日本で発生して自分たちの政治的な野心、満足感、達成感を得るということが、まあ、彼ら民主党政権がやりたいことなんだろうなと。もうお金というよりも、もうなんかそういう政治思想だとか、まあ、植え付けるっていうのがものすごく強いなというふうに感じますね、うんうん、なるほど、はい、まあね、どちらかというとこう左寄りの方々の勢いだと思うんですが、はい、そうですね、はい、LGBT 団体さん、まあ、団体さんと呼ばれているところは、どちらかというと左派、まあ、95% 左派というふうに当事者の方がおっしゃられてたんですが、あ、松浦太子さんがおっしゃられてましたね。はい、あのね、正論の7月号にも、寄稿されてたんで読ませていただいたんですが、はい、うん、結局もう長い時間をかけて入り込んできたんだなというのも分かりましたし、ね、はい、アメリカの方に松浦さんも行かれて、アメリカの各地を回られて、なんかこう、アメリカ大使館からね、お呼びがかかって、LGBT の、勉強に行かれてたという、はい、で向こうの、飲み食いは全部向こうから渡されたクレジットカードでされたというふうに書かれてたので、そうですか、はい、そこまでというふうに。まあ、びっくりしたんですが、日本の文化を壊したいといいますか、もう世界共通のものにしたいというか、なんかこう、それぞれの国のらしさみたいなのを壊してしまって、価値基準を一つにしたいという、このね、無理やりな流れが。全体主義的な。はい。共産主義が根底にあるような、ね、気持ち悪いですよね、はい、はい、普段自由主義陣営と言いながら、なんだかこう自分たちの価値観が正しいんだぞと押し付けてきてなんかね、まあ、基本的には不思議ですよね、はい、アメリカは共産党というものが存在が認められない、法律において禁止されている国ですので、あ、はい、組織をできないんで、民主党の中にそういう人たちが入り込んで自分たちの思いを実現するということを選択肢として必然として選ぶわけ、まあ、バイデンもその 手先というふうに考えた方が、まあ、いろんな向こうから来る圧力の内容を考えると、まあ、すんなりと理解ができるかなという気がしますね、はい、大東亜戦争の前後に、うん、アメリカはやっぱり共産主義の勢力が、まあ、ある程度影響力を持って、うんうんうん、日本に対して、まあ、極めて悪い影響を及ぼしてたと、はい、戦前も戦中も戦後もですね、はい、まあ、まあ、それと同じ構図じゃないかなというふうに思います。戦後
日本国憲法というですね、非常に空想主義的な、まあ、共産主義の連中からすれば、まあ、何か理想を達成したような自己満足に、陥りそうな内容のものを日本に押し付けて、まあ、あの日本が再武装しないようにとかいろんな思惑はもちろんありましたけど、それ以上に何か彼らの理想を米国本土で成し得なかったものを日本という、まあ、属国のような、まあ、当時は特に占領下にありましたから、はい、そこで実現するということで憲法を無理やりをつけたと、はい、まあ、同じような匂いが今回の LGBT 法案というのはしますよね。自分の国では、まあ、十分なし得なくて共和党の揺り戻しもあって、はい、今逆ベクトルのことが州政府レベルでかなり起きてきているという中で、はい、いや自分の国でというよりももうアメリカのまだまだ従属国の日本で、それを実現しようと、まあ、岸田総理っていうのは、まあ、本当にペラペラですから何らかの材料で、利益誘導をするか、まあ、または何らかの脅しですね、国防上の脅しだったりのかもしれないですけど、アメリカは手を引くとかですね、はい、チャイナとの対抗上必要なところから力の空白を作るようなことを言って、まあ、脅すとかですね、はい、まあ、そうしたことされたらもう簡単に翻るような人ですから、まあ、今おそらくそういうことだろうなと。はい、そうですね。また今、今から10年前に笠坂先生が、はい、書かれたタブーなき告発の、あの本の表紙を今、出させていただいてるんですが、はい、この本の中にももう第2章で弱者利権の廃絶も国守りという、はいはい、そういう章があります。もうこの弱者利権のこの構図がもう LGBT の、法整備にも十分なんていうんですかね、影響を、はいはい、があるという視点も忘れてはいけないと思うんですね。だって、はい、利権の発生しない活動だったらこんなに力入れてこないと思うんですよ。そうですね、うん、はい、まあ、日本国内でそういう弱者意見っていうのが手を返し品を変え順番に出てきて、童話だったり、まあ、外国人と朝鮮人の話だったり、はいはい、まあ、いわゆる自虐史観を前提とした、あ、まあ、外国にいろんなお詫びをしなきゃいけないという、そういう中で生じる意見だったり、はい、まあ、最近はアイヌですね。そうですね、そう、アイヌは弱者だと。そうなんですよ、皆さん、私はどこにいるのかさっぱりもう分かんないんですけどね、はい、判別のしようもないほど、まあ、もう数百年からもう千年単位前には相当な、まあ、どうかがね、一緒になってきて、はい、にもかかわらず未だに何かいるような、そして自称すれば、自称して団体が認めればアイヌ人だという認定がもらえるという、うんうんうん、わけのわからない、そういう意見で団体が窓口になっているっていうところがね、はい、もう本当に分かりやすいですよね。これ10年前の小坂先生の方にもアイヌ利権のこともしっかり、はい、書かれてるんですがね、もう小野寺まさるさんの、ね、名前もあったりなんかして、はい、はい、その後ですね、まあ、約8年後とかにはあえてウポポイとかですね、はい、もうあれだけこう、現実化というか、はい、実体化していっているわけですから、やっぱり完全に既成事実化してきてますね。そうですよね。だからこの後この LGBT のこの、まあ、衆院選で通過したということで、参院選で止めれるかっていう意見もあるんですけれども、私は無理じゃないかなと思うんですが、小坂先生どのようにご覧になられますか。あ、衆院選参議院選っていうのはあれですか、法案の衆議院での審議、参議院での審議ってそういう意味ですか。あ、そうです、そうです。あ、ですよね、はい、はい、まあ、衆議院参議院でも残念ながらもうこの勢いは止めるのは極めて困難な状況になってるなと、はい、まあ、本当に岸田さんがもうなりふり構わず国民民主と、うん、維新の案を
をくっつけて彼らが賛同をして一緒にできるようなものを作って、まあ、仮にもガス抜きになるような、まあ、国民等しくこう心配を持たないような形でやりましょうみたいな文言を入れて、保守派にも一定の、まあ、配慮をしたという形をとって、まあ、衆議院の内閣委員会を通ったわけですけど、まあ、本会議も野党の2党が入ってますから多少増派が出ても通っちゃいますし、まあ、参議院で議会の日程でうまく、まあ、解散が先に入るとかまあそういうことがいけば早になるんでしょうけど、まあ、これだけ強引にやって成立をさせようとしているのに先に岸田さんが解散をするかというとおそらくそれはしないだろうと思って、やっぱり何としてもこの法律が参議院の本会議を通ったのを見届けた上でないと解散はしないと思います。そうですね、岸田さん、まあ、解散はそのやっぱり法が通った後にやるだろうっていうふうに、まあ、たくさんの有識者の方も言われてるんですが、ちょっと今皆さんにね見ていただいている図を、LGBT、理解増進法が通りましたら関係省庁による連絡会議の設置だったりとかですね、はい、まあ、学校に、LGBT の人たち、まあ、QL とかいろいろついてるのもあるんですけど、の、学校への理解が深まるような冊子の配布とかっていうのも言われてたりするんですが、小坂先生、そもそもですね、その冊子を読んで、まあ、小学校や中学校や高校生の子どもたちが別に読まなくてもそういう人たちがいるってこと、まあ、高校生ぐらいになったら知ってたりもしますし、で果たしてこう薄い冊子を読んだからといって、例えば1時間とか授業を受けたからといって理解ができると思いますか？まあ、まず小学校、中学校レベルで全くそういうのはやらない方がいいなと思いますし、まあ、そういう、まあ、いろんなものが多感で揺れ動く時期にそういう知識を入れてしまうと、もうそういう知識が、知識というかそういう植え込まれるものがなければ、普通に育っていくところが、まあ、そういうものを植え込まれると自分も何かこう性的少数者じゃないかとか思い込んだり、そっちの方に逃げようという精神構造でそっちに行っちゃったり誘導されていくというようなベクトルも、やっぱり欧米では出てきているというふうに言われますし、まあ、政策的にはそれは当然出てくるはずですから、まあ、みすみすそういうのを誘導することを国家や自治体がやるべきかといったら、それをやるべきではないし、まあ、とはいえ、まあ、一部の、まあ、小学生、中学生で何かこう悩みが、そうした性的少数者じゃないかというのを、周りから言われなくても、まあ、何か悩みがあるのであれば、それは、まあ、相談できるその場が、きちんと開かれてあれば、個別に相談をしていただくべきであって、理解増進法だとか、あと学校で冊子を配るみたいに、その LGBT のことについて、小学生全員が、中学生全員が知って、理解をしていなきゃいけない問題かというと、私はそうではないだろうというふうに思いますね。当事者で相談したい方は相談をスムーズにできる道は、きちんと整備しておいて、置いてあげた方がいいとは思いますけど、そうですよね、なんで小学生がみんなそれを知らなきゃいけないのかと、またその誘導されてそっちに、わざわざ行くような方向ベクトルをですね、学校が、やるべきではないというふうに思いますね。いや、もう私も小坂先生 の今おっしゃられた意見に本当にもうその通りだと思うんですけれども、でも、いやいや、でも残念ながら国はもうそういう方向に動いているっていう
この動きを、実際欧米でもやりすぎだったっていうふうに、さっきね、小坂先生がおっしゃられたように、修正され始めてるところもあったそうりしまですね。すし、なぜそういうこともしっかり審議しないで、こんなね、無理やりな、可決をしてしまって、その後選挙ってなって、もちろんその自民党というか、まあ、お灸を据えたいのは山々なんですが、かといって、野党に入れるっていうのもちょっと、もう本当に悔しいと言いますか、どうしたらいいんでしょう、私たち国民は。まあ、非常に難しい選択ですけど、やはり自民党が、まあ、国政政党の中で一番、まあ、ある意味マシということで今までいろんな支えをしてきた人は多いと思いますし、まあ、私も部分では、支えるようなこともしてきました。部分では強硬に反対もしてきましたけど、ただ、もうここまで来ると、一度、傲慢さというものに、もう鉄槌を下さないといけないなというふうに思いますね。今回この自由もなる民ほ主もなど。い形で LGBT 法案を全く審議しないに等しい、内閣委員会でまあ2時間程度あって、本会議ではもう審議らしいことはほとんどしないですから、参議院に回したってこの日程じゃろくに審議する時間ないそう中ですで、よね。もう完全に道筋だけ、まあ形は政党の方でやってますけど、議会の方でやってますけど、実際は内閣の方で、強硬にそれをさせるベクトルがあってやってるわけですから、そういうことをやるような、まあ、政党はやはり一度大量に落選していただくぐらいの決意を下さないとダメ分でかすんないか。と思うんですね。なるほで、これでど。今回また他の選択肢がないから自民党に入れるって言ったら、結局 LGBT 法案みたいなのを通して、まあ、いわゆるネトウヨが騒いでいたけど、大した影響もなく、まあ、選挙も勝てるんだし、そんなネトウヨの声に耳を傾ける必要もないというようなことを言われ続ける、まあ、先日言った人がいるようですけど、保守系の代議士ながらですね、まあ、そういうことを言われ続ける状況になって、いわゆる日本の国柄を守ろうという気持ちを持つ人たちの思いというものを代弁する政党にはいつまでたってもなり得ないですね。そうですああ、残念ね。ながら別の選択肢に入れざるを得ないのかな、それがどこがいいのかわからないんですけど、まあ、新しくできてくる保守の政党なのか、あるいは既存の政治集団でも保守系の国を守ろうという集団も、まあ、議席を取ってなかったりですけど、そういう国政に出てるところもあったりですね、まあ、そうしたところに自分の思いというのを当選はしなくても託すと、でそういう思いを持っている人はこれだけいるんだという数で示すと、当選ラインにはなかなか難しくないです。なるほまあ、ど。そうした形で結局それをたくさんの人が入ると自民党の票が減って落選するかもしれないと、落選したら今度出てくるのは維新だったり立憲民主だったり、するので、まあ何とも言えない、それはそれで悔しい状況ではそうあるでんですすけど、ね。はい。このまま勝たせ続けるというのはそれはそれで危険ですよね。もう、そうこういですね、うもういつ国民まへでの、もまあ、裏切りって私はそう見たんですけど、裏切りをいつまでも続けられるっね。ていう悪い、まあ、甘やかしをあね。る意味甘やかしを続けてしまうわけです。今までももう散々主権回復の記念日を祝日にするだの、天皇皇后両陛下をお呼びして式典を毎年やるだのですね、尖閣に、人を常駐させるだとか、そうしたことを公約に掲げながら自民党が圧倒的多数を取ったのに、全く何一つ、まあ、主権回復の日は1回だけ式典やりましたけそうですど、ね。もう一回だけでしたね。竹島の日には、まあ、政務官をよこすぐらいの、そうい1う回目ぐらのいの、時はね、来たんですよね。
まあ、いわゆるそういう保守ホイホイみたいなことを自民党政権はやって、選挙の前だけは、特にゲアした後はですね、民主党は保守じゃないからダメだと、我々は保守の担い手としてこういうのをやるんだっていうのはですね、華々しく掲げましたけど、まあ、政権取ったら見事にそれはもう何のことっていう感じで忘れ去ったような。そうですね、はい、まあ、アメリカからの横やり等も当然あったと思いますけど、靖国神社に参拝しないとかですね、総理大臣、はいはい、まあ、それは交渉材料にすべきものではないので、こういうことで脅されたからとか、こういう取引材料があるから参拝しないとか、はい、いうことをやっている政権は、他のところでも大事なところでも全て譲ってしまうんですね、靖国神社の総理の参拝っていうので譲ってしまうようなところはやはりもう致命的だなと思いますね、うんうん、そうですよね、うん、もう今小坂先生のおっしゃる通りです。本当にあのデモとかだってっていう言葉を挟む余地が全くないです。本当にあの国家のために戦ってくださった方々に対して、はい、あの外国の顔色を見て参拝しないっていう選択をするってなると、もうそれもしょうがないんだってみたいに、皆さんこう安倍さんがね、あのお元気な時、長い長期選挙の時は、安倍さんのねファンの方とかこう支持者の方がこう代弁するかのようにかばっていましたが、それさえできなくて、どうやって国益を守るのか、外交をやっていくのかとかっていう、やっぱりね、もっと厳しい私たちの国民の、あの視点がね、やっぱり必要だったんだなと、うん、甘やかしたのは私たちだったんだな、自民党さんをって、やっぱりそう思いますね。もっとはっきりノーはノーと言わなければいけなかったなと。うん、で、あの、うん、もう一つすごく気になることがありまして、こうやって LGBT、まあ、今回理念法で、あの、はい、LGBT への理解を増進しようみたいな、こう、あの罰則もないし、あの、まあ、こうしましょうねみたいな法律だからいいわみたいに簡単に思って通してしまってる国会議員の方々も多いと思うんですけど、この先に、まあ、彼ら団体さんが目指しているのは同性婚の設立だと思うんですね。はい。でも、その。同性婚だったり、夫婦別姓だったりも、はい、パッケージで彼らの。そうですね。そうですね。はい。で、まさかそんなところだったのっていうふうに、まあ、まあ、分かってない議員さんもいたのかもしれないけど、ね、国会議員バッジもつけてたら、それぐらいはこう、あの、見抜いてほしいなと思うんですが。そうですね。で、まあ、理念法だとは言っても、いろんなことを実際計画を立てて、はい。政府の計画を立てて、それを3年ごとに見直しして、はい、アジェンダーアイデンティティについての国民の理解が、まあ、十分進んでなければ、はい、見直しをして、さらに、まあ、見直しをするっていうのは、足りなかったらもっとやるっていうことですからね。その計画っていうのは、ただ紙に書くだけじゃなくて、具体的にお金をつけて、いろんな人を全国各地に派遣をして、研修をして、まあ、イベントもやって、LGBT の当事者も呼んで、まあ、さまざまな国民各所ですね、小中高学校とか、あの企業だったり自治体だったり、そういう触れ合いを、うん、触れ合いの場を作って、そこで、まあ、はい、触れ合いという名の、まあ、価値観の押し付けというのはどうしても出てくるでしょうから、はい、まあ、そうしたことを広くやると、それで効果がなかったらさらにそれを拡大して、計画を充実させてですね、うん、やるということがもう書いてあるわけです、法律の中に。まあ、今言ったのは、まあ、現実の現場での話であって、そこまで詳しく書いてないですけど、はい、まあ、法律でああいうふうに、基本計画を立てて、あとそれに基づいて実施をして、はい、3年ごとに見直すっていうのは、まあ、今言ったようなことを他のいろんな法律の分野でもうすでにやってるわけですね。はい、うん、
そうですよまあ、理ね。念だけじゃなくて、まあ、お金と人と行政が大きく動いて、まあ、価値のいわゆる押し付けも行われるということで、まあ、本当に童話の行政と同じですよね。そうですよね。異論も唱えられないというような風潮を作りますね。はい、本当にもう多様化と言いながら、多様化と言っている人の意見の押し付けですよね。もうそれ以外の、そうですね、全然多様性を認めない。そうなんです、認めてくれないと。で、私みたいな意見は多様性の中の意見に入らないんですね、はい、もう排外主義者の差別主義者のざれ言として出ました、彼からは使われますから、はい、あってはいけない意見なんです。多様性の中には私のような主張は入らないという、はい、そういう考えのですね、彼らの私に対する接し方を見ると、はい、柴木大さんとかね、レイシストってやつですよね、排外主義者っていうやつですね、意見を聞く必要もないと、まあ、議論したら勝てないからですよね。ああ、そうでしょうね。だって実際にこういう LGBT の法整備をしてきた国では、たくさんそういう、性的マイノリティの方が本当に差別を受けてたり、殺されてたり、事件の被害者になってたりするのに、日本で LGBT が原因で殺されたなんて、今の現代社会とかでも、まあ、過去でもですね、どれほどそういう例があったのか挙げてくださいっていうふうに、まあ、少なくとも聞いたことがないですし、ね、迫害されてね、はい、そうですね、LGBT の人権活動家がよく例に出すのが、一橋大学のアウティングで自殺に結びついた事件みたいなのがあるんですけど、はい、まあ、あれはアウティングという定義に、まあ、当てはめようと思えば当てはまるのかもしれませんけど、まあ、話すと長くなるんですけど、はい、まあ、ゲイだっていうのをアウティングばらされて自殺しちゃったと、だからこんな悲劇が起こらないように、ちゃんと世の中に正しい知識を啓蒙しなきゃダメだと、そういう文脈の中で言われる事件なんですけど、まあ、どういう事件だったかっていうのを調べるとですね、はい、被害者と加害者がちょっと逆でですね、ああ、そうですか。そうなんです、アウティングをしたっていうふうに言われてる人は、はい、まあ、実はその、まあ、自殺をしたのか事故だったのか分かんないですけど、まあ、転落で亡くなった方の、はい、がゲイでですね、はい、そのゲイの方が、まあ、ずっと付きまとって何年も、ああ、ストーカーのように。ストーキングをしてたんです、ね、はい。はい、なるほど。で、もう、はい、それがもう、どうしても、もう我慢の限度を超えて、まあ、いたと。で、そういう中で、はい、まあ、相談できるところも十分なくて、まあ、友人にですね、はい、そういうストーキングを受けてるというような相談をした。はい、で、相談をしたときに、いや、なんで男が男をストーキングしてんのっていうお話になると、まあ、実はそのストーカー彼は、まあ、同性愛者なんだということを、そういうお話になるんですね、はい、だから、まあ、それをアウティングといえばアウティングなんですけど、でもそこを明らかにしないと、お話の筋というのがわからないわけですね、相談してる中で。なるほど、なるほど、はい、そういうことですか。それを、うん、まあ、アウティング事件で結構そのバラされた方が亡くなったっていうので、もう重大な人権侵害という文脈の中でいつも左翼の活動家が言うんですけど、じゃあストーキングされた人の被害者の人権っていうのは何か考えていくんですかっていう、ね、本当ですよね、それがまず聞きたいですね、はいはい、じゃあそういう人はどういうふうに相談をすればいいんですか、友達にも言えない、まあ、ましてや何か相談機関に行っても、相談機関に行ったら、あなた今アウティングしましたねって、こう LGBT 法案が通ったような後だと、その彼がゲイだっていう事実を公表していいと彼が言ってました、言われかねないですよね、ですよね、まあ、こんな言葉言ったらなんですけど、その死人に口なしですから、その亡くなった人はそんな、なんていうのかな、LGBT への差別の一例として自分の死を
使われているとか利用されているのは不本意じゃないかなと思うんですけどね、うん、亡くなった方はね、静かに、ね、うん、静かに、まあ、それが人権侵害の一例としていろんなところで挙げられているものですけど、まあ、流れとしては今お話した内容なのでですね、まあ、よく騙されちゃう人がいるんで、そうなんですね、ここでお話をした、はい、ありがとうございます。またでもそういう例に挙げるのも人権侵害、亡くなった方にももちろん人権ありますから、人権侵害だなって私は感じるんですが、あとそのまあ、今衆議院で、可決されたこの LGBT 理解増進法も、当事者の人がですね、差別の禁止という文言が入っていないため、はい、あれはダメなんだっていうふうに文句を言われてたんですね。文句っていうか、まあ、抗議をされてたんですが、あ、なんか来週抗議活動を国会の前でやるとか、やるとか言われてますね。過激な LGBT 活動がありますね。はい、はい、でも皆さん、ちゃんとですね、憲法でもう法の下の平等っていうのはきちんとなんていうのかな、謳われていますし、はい、改めて LGBT への差別禁止と言わなくても、すべての人に差別は禁止されているわけですし、まあ、道徳的にもしてはならないというふうになっていますから。そうですね、まあ、そもそも必要ないですね、はい、改めてね、規定を新しくするのは、はい、そうですよね。あ、それと、小坂先生にもう一つお聞きしたいのが、はい、私ね、小坂先生のね、皆さんにちょっと小坂先生のフェイスブック投稿の URL をちょっと貼らせていただきますね。はい、はい、はい、小坂先生がフェイスブックの方にご投稿されてた内容なんですが、まあ、今皆さんちょっと、まあ、多分 Facebook されてない方でもリンク開けていただいたら読めると思うんですが、はい、LGBT 法案の可決後、ゲイカップルは代理母出産を得て子供を持ち育てられると語る人がいますが、これは、はい、幾重も許せないことですと、はい、依頼主が誰であり代理母は女性搾取、人身売買、倫理崩壊、心身の危険の押し付けであり、許してはならない反社会的行為ですと、はい、5月の17日に小坂先生が書かれているのを見てですね、はい、私は、小坂先生のその投稿を見るまで、代理母出産が人権侵害になるっていう視点がね、抜け落ちてたんですね。あ、なるほど。はい、もう完全に抜け落ちてまして、で、えってなって、そこから改めて考えると、はい、確かに本当にこれは人権侵害だと、うん、やっぱり先週ね、山猫ちゃんが書かれてたみたいに、臓器狩りですよね、臓器を借りているわけですし、その貧しい方がやっぱり報酬のためにそういう代理母に手を挙げられるという。そうですね、はい、まあ、戦争が始まる前、ウクライナなどは非常に代理母が多く、はい、まあ、欧米からの依頼でですね、ね、受けられてたところで、やはり貧しいヨーロッパの国という、はい、ところで、まあ、あとは見た感じが白人ですね、はい、欧米の人たちと、まあ、親和性が高い要望なのでというのもあったんでしょうけど、まあ、代理母っていうと日本でどっちかというとこうあんまり馴染みがなかったり、あるいは美談とともに語られることが多いんで、そうなんです、はい、よく分かっていないという方が多いのかもしれないですけど、まあ、まず母親子宮を貸して、と月10日っていうのは、まあ、妊娠したことのある方はもちろん、まあ、私は男ではないですけど、はい、片割れで見ててですね、どれだけ大変で、どれだけ危険で、はい、まあ、どれだけ苦しいことかっていうのは、まあ、うんうん、多少なりとも、まあ、旗からではありますけど、理解してると、はい、いや、これを赤の他人からお金もらってやるっていうのはありえない話ですし、しかも、まあ、
みんなが順調に行くという保証があればいいんですけど、途中でお腹の中の子が亡くなったり、下手したら母親が亡くなる、はい、あるいは、まあ、妊娠中毒症だとか、はい、まあ、その後もいろんな後遺症が残って、はい、一生苦しむようなことにもなるという例は非常に多いと、はい、で特に、まあ、日本国内で外国に行けば外国の人のお腹借りて、第三者全く関係ない人のお腹借りてやるっていうのは、まあ、できるようですけど、それはそもそも、まあ、倫理に私は著しく反すると思うんですが、はい、まあ、日本国内でもできて、それは、まあ、近しい家族ですね、うん、妹、姉、あるいは母親、はい、逆に娘とかですね、はい、まあ、そうした関係でお腹を借りて代理母っていうのはできるらしいんですけど、うんうんうん、いやー、そうです、家族から依頼されて断ったら断ったで、そうです、まあ、居づらいですし、はい、かといってこれだけのリスクを家族だからとはいえ、そう、まあ、自分の、まあ、子供じゃない、うん、ら、まあ、あの、ら、卵をですね、卵子と、うん、まあ、受精卵をお腹に入れて、はい、土地とかっていうのは並大抵のことじゃないですね。そうですよね。今ね、犬黒セイラさんが産んだ人と依頼した人の間でと書かれてるんですが、違うんですよ。もう一人ね、はい、もう一人人権問題が出てくるわけです。子供さんの家族、はい、家族的なこう位置がですね、すごく複雑化してしまうわけですよね。そうですね。結局自分は誰の子供なんだっていうのに、はい、大人になる前とか大人になった時に考えると、うん、もう自分、それこそもう自我同一性っていう名前よく入ってますけど、ね、そうですよね、まあ、自分が何者であるのかというのが分かんなくなってしまいやすいですよね、うんうん、はい、ましてや障害を持った子供が生まれたら、その代理母を依頼した側は、まあ、人によっては、まあ、不良品が来たというような認識で、引き取りをしないと、いや、ちょっと勘弁してよというので引き取りを拒否したりとか、そう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 、自分の子供だったらそれはなかなかないことですけど、他人のお腹を借りた子供だと、まあ、愛着ももともと生まれにくいですね、やっぱりお腹の中にいる時からお母さんになっていくっていう過程もすごく、体にも心にも必要な家庭なんですよね、やっぱり妊娠、ね、出産っていうのはね、だから妊娠もしてない出産もしないでも私の卵子っていうふうに渡されて、すぐにもちろん母性が目覚めればいいですけれども、そこはですね、まあ、うん、もうその代理母を依頼した女性自身の卵子であっても、はい、そういう問題当然生じてですね、私はもうそんなものは絶対認められるものではないというふうに思いますし、はい、そうですね、特に母親に依頼するとかいうのも身内であるみたいですね、もう閉経後の母親に無理やり、はい、この、まあ、ありますね、性というものを再開させてホルモン治療してもらってとかね、ホルモン治療して子供が産めるようにしてっていうのをやるわけですけども、うんうんうん、はい、母体にとってはものすごいリスクと、そうです、負担があって、産んだ後、はい、もう体をおかしくするというようなことも多く起きていると、はい、また赤ちゃんにとっても、はい、そのやっぱり妊娠適齢期でない女の人の体に、はい、で育つっていうのはやっぱりいい環境ではないですし、そうですね、リスクはものすごくね、だからその例えば私が、自分の兄弟だったり親だったり子供だったりに大きな病気で臓器をあげたいと、で2つある臓器の1つをあげたい、まあね、っていうふうに思った時に、もうこの世にある命に対して助けたいって思うことっていうのはすごく自然だと思うんですが、そのお金で人のお腹を借りて命を生み出して欲するっていうのはやっぱり、うん、その自分は子供がいるからそんなこと言うんでしょって言われてしまうかもしれないですけど、やっぱりどうしてもお金を持ってる人間だけがそれを手にすることができるっていうのはやっぱり傲慢だなと
思ってそうですしまね。うんですけど、それは私が、命のあり方に対はい。して謙虚さがない考えだと思いまうすし、んうんうん。まあ、女性が自分の卵子を代理母にっていうのでもそういう問題生じるのに、うんうましてん。や、もう例えばゲイカップルが、はい。精子というのは自分で提供するんでしょうけど、はい。まあ、卵子をどっかから、卵子バそうでンク、すね。何かからもらって借りくるんて、でしょうね。あるいはその代理母のものを使うのか、いろんなのがあるんでしょうけど、そういう形で代理母で子供を産んで子供を持つことができるので、次の世代のゲイカップルも育てられるんです。だから小坂の言うことは、こう次世代につながらないという指摘は間違ってるっていうふうに言ってくる人いるんですけど、いや、代理母でゲイカップルがっていうのはもう何重にも間違ってると私は思いますね。今の代理母っていう仕組みを使うこと自体が非常に反倫理でありますし、またもう男性しかいない家庭に子供をもう生まれた時からわざわざ迎えるというのは、私はやるべきではないというふうに思います。まあ、離婚してしょうがなく母子家庭だったか父子家庭で育つというのは、それはもうそういう流れで、しか余儀なくされたんであればしょうがないですけど、最初から男しかいないところに子供が0歳から来るっていうのは、まあ母性が欠けた状態ですからね。これで大人になるまで育てるというのを前提にして最初から組むっていうのは、私は認めるべきではないというふうにむしろ思いますね。そうですね。だからこういうふうに、同性愛を理解するって言っても、当事者の方でも子供を持ちたい方もいるだろうし、同性婚なんて全然望んでない方もいるだろうし、でもこういう法整備をしてくださいってこう働きかけてきた団体さんは、LGBT への理解を皆さん持ってくださいね、同性婚も認めてくださいね、同性カップルも子供を持つこともそのうち認めてくださいねっていうふうに思ってて、その団体さんと当事者さんの、なんて言うんですかね、実あの乖離っていうんですかね、と LGBT の当事者の人たちはほとんど団体に属してなくて、大多数の人たちは属してなくて、で表に顔を出す必要もないと思っていらっしゃると思うんですね、個人的なことなので。はい、もちろんそれでまあ、そう私ですはね、おっいいしとゃ思るうんそうでですす。すね。はい、でも団体の中でこう代表を務められてたり、発言をされてたりっていうふうに表に出てこられる方っていうのは、彼らのいろいろ、勝ち取る目的っていうのを 持って活動をされているので、どちらかというと活動の方がなんか、なんていうのかな、主体になってる。そうですね。はい。まあ、本当に LGBT の方はいろんな多様な意見を持ってますし、はい。まあ、そうしたことをわざわざ国会とか地方議会のところで議論するまでもなく、今までは共存してきたんだから、もうそのやり方でいいよっていう考え方の方いっぱいいますし、私も直接知ってで、まあ、それでいいと思うんですけどね。そうですで、ね。実際荒川区22万人ぐらい人口いますけど、は去い。年の4月に同性パートナーシップ制度あ、といはう、い。同性婚まではいかないまでも荒川区で同性カップルとして認めて、その届け出を受理しましたという、まあ、受理証みたいなのを渡すシステムができたんですけど、で、それで病院の、面会だとか、不動産を借りるのに、そのカップルパートナーだよってんで、借りやすくなると、まあ、そもそも今もそんなもんなくても、LGBT フレンドリー企業、あるいは LGBT フレンドリー不動産屋っていうのはネット見れば山ほどあるのねえ、で、本当ですよ。そんなものなくてもどうにでもなるんですけど、まあ、活動家の成果としては、そういうもので社会がこう啓蒙されてだんだん良くなってきてるんだっていうストーリーがあった方がやりやすいですからね。まあそういうものが制度として作ったんですよ、な荒る川ほ区ど。が。32人のうち私一人だけ反対する中でですね。ねえ、それで、反対する人他に誰もいませんでしたね。なんと1年間で、制度を利用された方は、一7桁だっ件。たんですよね。
77件しかいなかったわけです。必要だったでしょうか、これ、本当本当に。そうですね、ね。22万人口がいはて、い。で、LGBT の割合が5%から10%というとか言ふうに、われまあ、てそのま調す査よ自体ね。も前唾とは思いはますい、けど、はまあ、い。その数字を仮に使うとしたうん。ら、まあ、単純に、1万1000人から2万2000人は LGBT いい。るんですよ少ね、そのな数い字を方見のてもらうと。5%で考えてで、も1まあ、万子人。供もいますはい。し、高齢者もいます。し、カップルじゃないのもいますけど、それにしても1万1000とか2万ねえ。2000の中で、7組。7件ってはい。何なんですかっていう、本当にそんな望んでる人がいた制いた度んなでのすかっかってていうて、ことを、強い疑問を持たざるを得ないですね。私はもう当事者の方々は自分たちが少数っていうのはもう重々分かってて、で、理解がないこともね、その大多数の人には自分と同じ気持ち理解してもらえないの、これは別に同性愛者に関わらず、自分の気持ちを他人に理解してもらうって、別にみんな異性愛者の人たちでもみんな、なかなか難しいことですし、そうですね。はい、それぞれの事情が皆さんあるでしょうし、で、そんなこういろんな人たちに自分のたちの事情を説明して回ったり知られたりしたくないって、もっとセンシティブっていうんですかね、そういうことは自分たちだけで分かってたらいいって思ってらっしゃる方がほとんどだと感じるんですそうね。思いますね。はい。だから、どうしてもこう、小坂先生が書かれているように、この差別団体利権っていうんですかね、弱者ですね、弱者差別団体。はい。弱者って言われている人たちは、弱者なのかどうか、弱者に見られたくないと思っている人もたくさんいるでしょうし、勝手にそんなね、弱者の中に入れないでくれと思ってる人も多いでしょうし、さっき不動産のことも小坂先生がおっしゃられたように、例えば今、孤独死のことを心配されて、高齢者の方がよっぽどお家を借りられなかったりするじゃないですか。そうですね。ね。で、高齢者差別をやめようっていうね。それは、そういう利権はないわけですし、そういうのって平気でというか、まあどうしても家主さん断られたりしますよね。そうですね。はい。だまあ、から、そうしたものは、まあ、制度でなんとか、こう、保険みたいなですね、保証料を払って、まあ、何か一人暮らしのご高齢の方が仮に、まあ、孤独死しても、その後の復旧費用は、その保証料から払えるというようなシステムがあって、まあ、それを高齢者本人に払っていただくのは、まあ、ちょっと大変な面もあるんであれば、自治体がそれを、こう、補填をしたり、するようなシステムもあるわけですよね。そうですだね。まあ、そういうもので、きちんと、まあ、賄っていけばですね、こう、高齢者保護法案とか、高齢者理解増進法案とかですね、別にいらないわけなんですよ。そうですよね。みんな行く道ですしね。まだからた、必要な措置を、まあ、少取れ数派ば、じゃないですそのから都度、ね。個別に。本当になんかね、もう、これから日本どうなるんだろうって、もうなんか、私たちはどうやって戦っていったらいいんだろうって、さっきね、潮さんが書かれてたように、この LGBT、理解増進法からですね、どんどん、なんか、家族の枠組みっていうのが壊されていって、それが、皇位、男位継承にも波及するというふうに心配されている声もあります。はい。その気そう持でちすもすごくね。わかるんです。こういろんな日本の強みであったものをどんどん壊すことが、まあ、ここ数十年行われてきましたからね。で、それ社会風潮の中でいつの間にかその壊すことが善というような風潮が作られていて、私が学生の時はもうしょっちゅう就職活動している中で言われてたのはもう年功序列は悪だと。そうですか。はい。そういうことがもう就職活動してた頃ですから、もう28年前とかそんな頃ですけど、あとはまあ自由な働き方がいいので、こう派遣、
派遣でいろんなところに好きなタイミングで好きな仕事をやるのが素晴らしいんだみたいなこと、就職活動中の就職雑誌とかにもうどんどん書かれてて、キャリアアップでいろんなところを転々とするのがいいんですかね。なんか一つのところで長く勤めるのが、まあ、遅れてる人間のやることだとか、能力のないやつのやることだみたいな風潮すら作られてたり、まあ、子供を作んないで、カップルで2人で、楽しく暮らせば、それがトレンディーな生き方なんだと、まあ、その頃トレンディーってこともありましたね。はい、リンクスってやつですよね。ダブルインカムのキッズというのが、その就職活動した時に流行ってて、はい、ありました、確かに。なんでいいんかねとか思いながら聞いてたんですけど、まあ、そういうようなことがこう、まあ、社会の中でもある程度蔓延して、まあ、どんどんその年功序列も悪い面もありますけど、それで社会が安定していたという、すごいいい面もあったり、そうですね、はい、雇用も安定してたりですね、そうしたものを壊して、今非常に不安定な雇用が、まあ、かなりの割合を占めてしまったというのは、選択が間違っていたなというふうに思いますよね。はいはい、わざわざ壊すようなことやってきました。同じように家族の政策においてもいろんなものを壊す、まあ、夫婦別姓、親子別姓もそうですし、これ LGBT もそうですし、まあ、家族の、日本国における家族の中心であられる、まあ、皇室における女系、天皇の議論もそうですね。まあ、意図的にそういう日本の素晴らしいもの、あるいは強み、いいものというものを壊そうという意思が、まあ、外側にも内側にも両方あって、それが共鳴し合いながら、悪意と、まあ、間違った善意とですね、はい、日本のそういうものを壊そうという悪意の人もいれば、悪意は全くなくて、いや日本は今進化過程にあるんだと、進化するにはそういうふうにやんなきゃいけないんだと、そしたら素晴らしい社会が待ってるというですね、間違った善意でやってる人たち、まあ、本当に信じてそれがいいと思ってですね、やってる人たち両方、まあ、いるわけなんですけど、まあ、イマニュエルっていうのは、まあ、その悪意を持ってやってるのか善意を持ってやってるのかしないですけどね。え本当に、まあ、私はちょっとうがった見方で、まあ、世界で一番長く続いてきた国ですから、はい、文化とか伝統がもうたくさんありますし、そうですね、何よりね、皇室はもう世界で一番長く続いてきた、はい、はい、日本の縦糸の中心、はい、ですよね。そう、あらせられる、はいはい、そういうものに対する嫉妬かなと、はい、日本らしさがなくなってしまった日本に、はい、海外の人も魅力を感じないでしょうし、日本人も、まあ、三島由紀夫公がおっしゃった通りの、ね、はい、日本人も無実な空っぽのっていう、はいはい、日本人もその自分の国の愛する気持ちが失われていくと思うんですよね、どんどん。日本人が日本人らしい国のこの国体を愛して受け継いで大事に守ってきたのに、それがもうまるでこう日本語を話してるけど欧米の人と同じ人たちになってしまったら、何のための日本だろうって、そうなってしまってからではもう取り戻せないですよね、うん、そうですね、うん、もう日本人の幸せそのっていうのは、日本文明が安定した形でもう2000年以上、はい、まあ、目に見える範囲でもですね、続いてきたと。その日本文明の根底というのは、うん、基盤はやっぱり4つの縦糸が2000年以上全部一貫して続いてきたと、はい、天皇陛下を中心とした支持だったり、はい、大和言葉から今も続いている日本語ですね、うんうん、今も大和言葉が日本語の中に脈々と続いてますけど、はい、神道という、まあ、信仰ですね、はい、まあ、神道というのは宗教というより日本人の在り方そのものだと思うので、そうですね、宗教法人を云々というのでくくること自体が、まあ、ちょっとおかしいというふうに思うんですけど、ね、まあ、信仰という意味で、もう2000年前も今も同じ神様に手を合わせる、はい、そのご祭祀は天皇陛下という、うん、そういうものがずっと続いてきたと、はい、いうこと、まあ、天皇陛下を中心とした血筋、うん、ですね、はい、120年くらい続いて、これからも続いていくと、そうした方が中心の家族
のような国からと、この4つが全部一貫して途切れずに続いてきた国っていうのはもう2000年以上続いたっていうのはもう世界どこ見てもないないですね、はい、ないからこそ日本がこれだけ幸せに、その土台の上、その基盤の上に素晴らしい文明を築いて、はい、まあ空気のような存在にある意味なっていて、まあ、当たり前に日本人は暮らしてますけど、外国から見たらもうその空気のようなものはなくてですね、日々殺し合いをしてたり、部族間でもう殺し合いをもうしてどっちが勝ったというので、それが支配をして、今度反転攻勢でまた別の勢力が取ったりというので、全く安定しないのをもう何世紀も繰り広げているような国々がもうたくさんあったりと、はい、こういうのを考えると日本がいかに、まあ、ある意味世界でもお手本にしていくべき要素が多い国かというのは分かるんですけど、日本人自身がそうしたものを空気のように思っているの で、 そ、 うです、ね、その素晴らしさを分かっていない方が多いという現状ですけど、でもその空気のようなものは壊そうと思って壊してしまうと案外基盤が脆いのでですね、信頼関係の中で成り立ってきた基盤でもあると思います。本当にそうですね、壊そうとしたら、まあ、比較的、そこそこの力で壊れてしまうんですね。やはりそれは空気のようなものだと思ってるんじゃなくて、守んなきゃいけないという認識をきちんと踏まえた上で、守るべきものは守ると、そして、戦うべき時にはその守るべきもののために戦うと、はい、武器を使う戦いもあれば言論であったり社会の中で、はい、あったり、まあ、経済活動の中でですね、まあ、しぶしぶ従っていればお金が転がり込んでくるのに、いや、その大事なもののためには、まあ、ある意味痩せ我慢でもして、あるいは立ち向かってでも、その結果経済的なマイナスが大きくても、それをあえてそういう選択をするというのも戦うことの一つだというふうに思います。まあ、いろんな戦いがあると思うんですけど、はいはい、そういう戦う、覚悟を国民が、まあ、それぞれの立場で、私は政治家としての立場で、国民一人一人その、まあ、会社に勤めている方、家庭におられる方もそれぞれおられますけど、それぞれの立場でやはりそういう覚悟をまず持っていただいて、その立場で何をしていくべきかというのを、はい、まあ、踏まえた方が増えれば、この幸せっていうのは続いていきやすいのかなというふうに思います。逆にメディアに流されたり、はい、まあ、なんとなく、まあ、これぐらいいいかなというので、ずるずると譲っちゃいけないところまで譲ってしまうと、その幸せの基盤というのはだんだん欠けていったり変容していって、はい、まあ、以前とは違う形になってしまうということになりかねないので、そうならないように、まあ、日々、自分も活動しながら、まあ、警鐘も鳴らして、いるというところである、はい、はい、ありがとうございます。私は、まあ、過去戦後ですね、自民党さんが長く与党を務めてこられて、まあ、一時ね、民主党さんに政権取られたこともありましたけど、はい、まあ、社会党とも組んだりですね、まあ、公明党さんと今長いですけれども、ね、まあ、手を変え品を変え、与党の座から落ちることなく祭り事をやってきたように見えて、本当は私はこの日本はほとんどの良識ある国民が支えてきたというふうに、自民党がね、もちろん法整備とかも与党さんですからしてきたんですが、この国が持ったのはほとんどの良識ある日本人のその良識で持ってきたというふうに思っているので、まあ、この先、まあ、もちろん、こういう法整備もされて心配なんですが、日本人が日本人の心を失わない、日本人の大切さを知って大切にしていこうという気持ちがある限りは、そう国体は崩れないというふうに信じたいんですが、甘いでしょうか。そうですね、でもやっぱり国民が怒ってるってこともね、まあ、外からのやっぱり力があれば、はい、まあ、崩す大きな力にはなると思いますね。で、外からそういうのを壊そうというのが、まあ、西からも東からもそうですね、ありますんで、手が離れますからね、はい、
やっぱり確固とした意志を持って守っていくという人たちはある程度いないと守れないと思います。はい、はい、そうですね。あの小坂先生、まあ、この間の選挙もですね、はい、あの自転車とね、もう選挙カーも使わないで、ね、ね、あの自転車に乗られて、で事務所も持たないで、本当にあのなんて言うんですかね、簡素化したというかね、選挙で戦ってこられて、でもちゃんとあの有権者の方に小坂先生の思いが通じて、はい、またね、こうあの当選されたんですけども、ありがたいことです。はい、はい、はい、だからやっぱりしっかり訴えていけば、まあ、全体までこう波及するのは難しいけど、小坂先生のようにしっかりぶれないで、あの、はい、自分が何をするかを常にみんなのためのことを考えて動いて訴えていけば、周りの人には伝わっていくという、そうですね、はい、あの、はい、素晴らしい見本だと思っております。で、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でもう本当にもうあのウクライナへのロシアの侵略が始まって、もう1年以上、1年4ヶ月ですか、はい、経過しても、あの未だ停戦の、停戦っていうんですかね、まあ、終戦の、あの見込みもないですし、小坂先生が書かれているようにね、もう本当はあのシェルターの、ね、設置だったりとか、そういうことをしっかり審議して、はい、さっさとそういうことを、そういうあの国防に対することはもうどんどん決めていってもらいたかったのになあっていうすいません、愚痴になってしまって、あ、みぞうさんのね、ちょっと質問も、はいはい、質問なのかな、米国が共和党政権に変われば今度はどう対処するんでしょうねというコメントがあるんですが、それどう対処っていうのは日本の政権がっていうこと、はいはいはい、それとも私が政治家としてどう、あ、多分日本の政権がっていうことだと思うんですが、はい、まあどうするんでしょうね、どうするんでしょうね、まあ、まあ、日本の政府がどういう対処をするのか、ただまあ共和党は内政干渉もちろん日本に対して今までもしてきましたけど、はい、民主党政権の時がいつも日本に対する内政干渉および、うんうんうん、まあ、経済的な圧力は強かったと思いますね、うんうんうん、まあ、共和党政権になったらなったで、はい、まあ、共和党の LGBT への向き合い方っていうのはアメリカであるんでしょうけど、うん、民主党とはまた違ったり、ただそうしたものを日本に無理やり、まあ、日本に仮にアメリカ民主党政権的な LGBT の考えが、はい、法律とか制度とかで入れられていたとしても、うんうんうん、いや、それをペガセということを共和党政権が無理くり日本に、またそれを逆のベクトルで押し込んでくるかというと、まあ、共和党っていうのはそう、あんまりそういうと、そうしたところで日本に押し付けをしてくるような性質は、まあ、ゼロではないですけど、うん、極めて薄いなというのが私の今までの政権のあり方の認識で、うん、はい、まあ、むしろ別のところでこう、まあ、中国を、まあ、封じ込めるとかですね、はい、そうしたところでもっと日本に役割を求めるとか、そういうのは出てくるでしょうけど、まあ、ね、外圧は続くでしょうけどね、まあ、LGBT の民主党的な、アメリカ民主党的なのをやめろというのでやってくるかというと、あんまりそうしたところには手を突っ込まないというか、うん、まあ、日本人が決めればというような感じじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。少なくともマイナスの方向の働きかけを、その LGBT の関係のことで、まあ、強くしてくるということはなくなるというのは言えると思います。はい、わかりました。もうなんか私が知ってたアメリカは、まあ、私が知ってたっていうのも別にこう住んでたわけじゃないので、まあ、日本から見たアメリカですけど、こう聞こえてくるニュースが、ずいぶんこう、なんていうのかな、明るい
アメリカじゃなくなってしまったなと。ああ、そうですね。ね、明るくて陽気で、楽しい国みたいな感じで見てましたけど、なんかもうすごくまあね、最初のその、白人至上主義みたいなところの反発も大きかったと思うんですが、随分ね、なんか変わってしまったなぁと、思いますまあ、揺ね。り戻しでしたね。ね、そうですね。振り子で、まあ、昔はもう半世紀前ぐらいですね、まだ、白人が乗ってるバスに乗ると追い出されたとかいうのは、もうつい半世紀か60年前か、それぐらいそうですよのね。話ですからね。まあ、日本の感覚で言うと、もうそんなのは存在しない、そういったものに当たるような歴史では存在しないですし、まあ、同性愛者だとか LGBT の人たちも、まあ、宗教的に、まあ、反するものとして、まあ、抑圧されて、厳しく抑圧されてた時代がありましたからね。まあ、そうしたものの揺り戻しで、今度は過剰な、まあ、配慮だとか優遇をして、それもまたそれでおかしいという、またその揺り戻しがあってという、まあ、振り子のように揺れてますけど、まあ、日本がそういうものにいちいち追随して、まあ、一緒に振り子やってもしょうがないでそうしょうですよね、本当というふうにに。思いますね。もうちょっ全とく違う社会のあり方で。確かにそうです。歴史がもう全く違いますし、まあね、民族っていうのそうも、ですね。全然違う、民族ですしね。日本民の族やり性が方に全もっく。とこう自信を持っていいと思うんですね。日い本や、はもう本当昔からそうこういうやなんりで方です。LGBT の人たちと接してきたんで、もうそれでほとんどの人たちはいいと思ってると思う。LGBT じゃない人も LGBT 当事者も一部の活動家が騒いでるやってるんだから、しかも、まあ、いろんなところでも形の上で差別する云々っていうのはもうほとんどなくなってきていると。まあ、形の上でというのは不動産の入居だとか、まあ、病院で、面会の時だとか、そういった時はもう、今それで入居できないとか、こう病院で断ったとか言ったら、それこそもう活動家の格好の餌標食的ににななっりまて、すよね、本当に。まあ、恐ろしくてそんなことできないですし、やるそうとでころす。も極めて少ないでしょうから、まあ、だから、そういう社会風潮になって、ている中でさらに法律っていうものは本当必要ないですよね。今、小坂む先し生ろが過お。激な方向性を加速して、歪みと対立というものを深めるだけだと本当に思います。こういう弱者への理解をって言われると、いや、理解ありますよって言えばいいのに、どういうわけか、腰が引けると言いますか、反論しにくくなるっていうのは、まあ、人としてはわかるんですけど、もうちょっと、毅然としてね、日本はそういう差別はないですと、迫害されていませんっていうふうに、きちんと国際社会にも言える、ようなね、政治家さんが出てきてそうもらでえたらありがたいですね。本当そね。うですよ。エマニュエルさん、あんたの国はもう同性愛者に今まで何してきたんですかと、そうなんですこういうふうよ。に言ってやる国会議員いないのかと思いますね。日本はそんな国じゃないんですと。でお引き取も、りください。小坂先生、それを言うと、すごく血祭りにあげられるんでしょうね、多分。ひどい発言をしたみたいに言われるんでしょうね。まあ、そういう風潮ですね。すいません。もう長くおいや、話しいた本当だにきまして。LGBT のこう理解増進って、理解なんか、そもそも当事者の人たち、まあ今もコメントでクエスチョニングって自分のことも分かってないのに他人がそんなの理解できるわけないでしょっていうコメントがあります。まあ本当その通りいや、ですね。本当にそうまなあん反で対す。ことだらけですし、もうあり方ももう、てんでバラバラですからね。そういういろんな人たちがいるっていうことを、まあ、そういう前提であれば、別にどういう人がいても、まあ、社会の標準だとか、社会の秩序というものを脅かすようなことをしない限りにおいては、まあ、ご自由に、まあ、平穏に暮らしていただく分には、別に誰も
もう圧倒的多数の日本人は誰もそんなほど文句もないですし、ね、まあ、個人的なことなので介入したり、まあ、興味もそもそもないんでですね、はいはい、これをわざわざ理解増進させるっていうのは、まあ、もうむちゃくちゃですよね、うん、もう本当に、はい、こんなことを国が、なんて言うんですかね、国がやるってのはおかしい、まぬけだなと、はい、前提となる共通の土台だとか知見というものは全然ないのに、何を理解増進で教え込むんだろうと。じゃあゲイになる人っていうのはなんでゲイになってるんですかっていうのを聞かれて、誰か明確に答えられる人いるんですか、ね、それはもう医学的にも必ず遺伝子にそういう要素があってっていうわけでもないですし、はい、先天的な方もいたら後天的な方もいて、はい、もう本当に千差万別なんですね、環境もありますし。それを強制するのはけしからんっていう人たちいますけど、はい、もちろん、まあ、全員を無理やり強制するのはやってはいけないことだと思いますけど、うん、例えば同性愛になる人で幼い頃に性被害を受けて、まあ、異性が怖いということで、うんうんうん、トラウマで同性愛に走る人ってそれなりにいるわけですよね、うん、それもいらっしゃるみたいですね。そういう人たちはやっぱりカウンセリングでそういう傷に寄り添って、うん、まあ、癒していくことで、まあ、異性愛という、まあ、本来そうした形で家族を持って、うんうん、子供を持って次につながっていくという、まあ、そうした形に、まあ、つなげていくことができるんであれば、うん、無理なくですね、その方が望ましいんですけど、もうなんか強制するのはけしからんというと、そういうトラウマを持った人もほっといて、うん、いや、そのままがいいんです、ありのままがいい、受け入れるのはLGBT の理解増進なんですって言ったら、うんうん、それ放置じゃないですか、ただそれでいいのかっていうふうに私は思いますね、はい、うんうん、はい、よくわかります。で、またなんていうんですかね、物心をついた時から、はい、同性の方が好きだったっていう人もいますし、ずいぶんもう大人になられてから同性の方を好きになられる方もいます。だから結局どういう相手とどういうなんていうんですかね、人と人との触れ合いで変わるかっていう部分もあるんだろうと、魅力っていう意味で言うと、女性同士でも例えば女子校だったりなんかすると、はい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 、先輩にねチョコレート渡しに行ったりするんですよ、女の子のね先輩に。ねえ、でまたそれが恋心なのかただの憧れなのかっていうのもわからない年齢でもありますし、そうですね、はい、そうしたところで誘導的な知識が入ってくるとね、ちょっとね、間違ってしまうという側面はあると思うんですよね。変にね、なんかこう私そうなのかなってこう変な思い込みを植え付ける可能性もありますし、であとその、まあ、同性、まあ、ゲイというふうに、男性同士のカップルでよくあるのが既婚者とのカップルもよくいらっしゃるそうなんですね。あ、はいはいはい、片方は、まあ、女性と結婚されて家庭もあってっていうこともあるので、理解はちょっと無理だと。はっきり国が理解は無理ですと。だって皆さん違いますからって言えばよかったんじゃないかなって、どうしても思ってしまうんですが、皆さんどのように、はい、感じられたでしょうか。うん。性的少数者は本当に多様で、こう、複数性愛者というのもいるんですね。はい、はい。3人とか4人で愛し合ってます。そんな方もね、いらっしゃいますね。はい。で、まあ、ちょっとよくわかんない。私もわからない。理解はなかなかしづらいところなんですけど、そうですよね、でも性的少数者、そういう人を入れたら、パートナーシップ制度そもそも入れないから、じゃあ排除されてるけどいいのっていう話になるんですけど、いや、それは役所の方はなんかこう、逃げてましたが、ね、制度で収まりきれないんですよ、とにかく。そうですよ。ああいう人もいる、こういう人もいるって言ったら。うん、本当にそうですよね、うん、まあ、そういうものを無理やり理解増進させるというようなことは、うん、もともと無理なの、無理です。法律で決めるということにはもう明確に反対ですし、はいはい、で無理やりに法律で規定してやろうとすると、うん、一定の何かこう政治思想に染まった事件というものを押し付けることに必ずつながるんでですね、はい、
アイヌ新法の時もそうでしたけど、まあ、嘘の歴史に基づいたそのあり方っていうのを日本国の社会に押し付けてきたじゃないですか。あそこは先住民族で、まあ、日本人が弾圧して悪いことして文化を奪ってきて、まあ、どっかで聞いたような文脈ですけども、はい、まあ、そういうことを、まあ、アイヌにやってきたというようなことを、まあ、あのセットでというかですね、あのパッケージで日本社会に植え付けて箱物を作ったりとかします、うん、まあ、LGBT も同じことですよね、はい、そのうち日本はなんか LGBT 弾圧してきたとかいう歴史がいつの間にか作られちゃうんですかね、語られ始めて、はい、いやそんな歴史あったっけっていう、ね、ような疑問がだんだん書き消されていくようなことすら心配しなきゃいけないのかなと思います。なかったことがあったことにされてますからね、いろんな法律で。そうですね、確かにそうです。もです、はい、まあ、LGBT もなんでこんな法律作ったの、いや弾圧とか嫌がらせとかいっぱいあって、なんていうのが後世になってですね、こう今を生きている我々からすると、うん、はぁって話なんですけど、うんうん、時代がだんだん変わっていくと、あ昔はそんなひどかったんだっていう、ね、作られたね、歴史が真実のように語られる日今まで散々作られてきました、うん、なんかやっぱり当事者の人に匿名でもいいからたくさんの意見を、ね、聞くぐらいのことは、証言をなんか証言集みたいなのを集めるぐらいのことはやればよかったのにってね、どうしても思うんですよね。まあ、そういうところに出てきたい人はすごい少ないですからね。まあそうですよね、まあ、だからね、まあ、ネットで匿名の意見ってなったらこう本当にね、同性愛者かとか性的マイノリティかわからないとかね、そうなっていくんですかね。そうなんですよね。はい、すいません、もうやっぱりね、私たちはこうあの日本らしさの大切さで、日本の、ね、縦糸を大事に、絶対にそれが本当にあの私たちの、なんていうのかな、アイデンティティというか、うん、はい、はい、もう DNA に刻み込まれた大切な宝物だからこそ受け継いで引き継がなければならないものですから、あの壊されるのに抗って守っていきましょうというふうに、はい、今日あの小坂先生の話を聞いて改めて思いを強くしました。なんとか、はい、なんとか戦っていきましょう、皆さん。はい。あ、質問が来ているので、一つだけいいですか、はい、はい。はい。女性用トイレがなく、話題になった荒川区の公衆トイレはいつ頃からあるのでしょうか。また、自分の住む地域でこれから作られないようにするのに、地元議員へ働きかけは重要でしょうかという。はい、はい、地元議員にぜひそういう意見を届けてほしいと言わないと、うんうん、あの問題意識持たない議員の方が圧倒的多数なので、うんうん、それはまず1点と、あとこういう女性トイレがないトイレがいつできたのかっていうのはですね、あの、まあ、もともと古いトイレってのは、うん、そもそも男女分けがないんですよね。そうなんですよ。コンクリートでできて、はい、あの男性用の小便器が2つ並んで、で個室が横にあって、うんうん、そう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 、古いねトイレって、まあ、半世紀ぐらい前にできたトイレがほとんどそうなんですね、うん、はい、でそういうものがあの圧倒的多数で男女別がないというのは、まあ、まずそれはまあ、ある意味しょうがないというか、それは回収して新しい適切なものに変えなきゃいけないので、うんうんうん、そうすべきものだというんですけど、はい、一番問題なのはそうじゃなくて、そういうものを建て替えたり、うん、新しく建ててバリアフリー法施行後にバリアフリートイレというものを、まあ、義務で設置をしなきゃいけなくなっている中でですね、まあ、大体20年ぐらい前からですかね、うん、そういう法律ができてからトイレを建てると、あるいは改築するというふうに決めたときに、はい、女性専用トイレはいらないよねという選択をして、個室用途の人たちのすべてのごちゃ混ぜトイレと、まあ、男性の小便器、まあ、男性用というのはもう短時間で済むんでですね、あのローテーションを短くできるんで、そこはそこで専用で作っといた方が、まあ、無駄がないだろうという、ね、そういう発想で、女性専用がないトイレが今荒川15箇所あるんですね、はい、あ15箇所、これが問題なんです、はい、
大体もともと女性専用がなかったというより、うん、新しく建てたり、改築して、新しくして女性専用設置できるはずなのにしなかったというのが、まあ、私の問題提起であって、もともと男女分かれていたのをなくしたというわけではないんですけど、ただ設置できるのにしなかったのはですね、要するに安上がりだから、役所のところだと、男女をバリアフリーにすると4000万円を標準でかかるのに、男性用小便器と、あとはバリアフリーのごちゃ混ぜにすると、2000万円半額で済むと。はい、高く、ね。利用実績を調べると、女性はあんまり公衆トイレ使わないと。まあ、使わないですね。まあ、汚いからなんですけど、はい、で、あんまり使わないのにわざわざ専用いらないでしょうというような判断をしたのが、まあ、荒川区の公園を所管する土木担当の、なるほど、まあ、部長の判断ですけども、とんでもない話ですね。もう鶏の卵が先か鶏が先かというのを間違えているという以前にも、防犯面でですね、そうですね、致命的な間違いを犯してですね、もう性犯罪の、まあ、現場になりかねないですし、またはまあ、盗撮だとかですね、そうしたものの撹乱にしやすくなりますもんね。そうですね、分かれてないと、はい、でもそういう場合なりうるんですけど、もう頻度というか確率が全然違いますね。誰にも怒られないで出入りできる場所で盗撮カメラつけるのとですね、はい、もう入り込むこと自体がやっぱ一つのリスクの場所でやるの全然違うわけじゃないですか。そうですよ、それはそうです。はい、でそのうちね、まあ、そうしたことがちょっと分かってなくてですね、全然もう土木担当の人ピンと来てなかったんですけど、繰り返し言ったら、まあ、やっと新しく作るトイレで男女バリアフリー3つセットでやりますっていうのが、はいはい、この間出てきて、そうですね、ここまで言ってやっとちゃんとしてくれたかという、はい、なんかこんなことまでこうしつこく言わなきゃいけないのかというと、もう本当うんざりするんですけど、まあでも現状そんな感じでですね、はい、まあ一つはお金のため、まあ一つはご飯意識とかそうしたものが一時欠如してる、あとは背景にはやはり LGBT の問題で、いろんな自治体、都道府県だとか役所は言ってきてるんですけど、バリアフリーで男女誰でも使えるところをどんどん、まあ、設置しようというようなことが、うんうん、トイレメーカーからも言われてたりですね、そういう風潮の中で、まあ、女性は公衆トイレそもそも使わないし、まあ、ある程度の、この程度の使用頻度だったら、まあ、ごちゃ混ぜと、まあ、男性小便器だけでいいんじゃないというような、まあ、そういう風潮ですね、LGBT の人たちが、まあ、戸惑わないように誰でもにしとけば、そこに入っても誰も変な目で見ないと、そういうような、まあ、風潮も背景にあったようですね。なるほど、そうですか、ありがとうございます。まあ、でもね、公衆トイレから例えばもう駅のトイレもそういうふうにしようだったり、はい、役所のトイレもそういうふうにしようだったりっていうふうに、こう、影響もありますので、やっぱり今までの通りの。そうですね、民間のトイレもそういうとこ作っちゃって、はい、結局改修工事をするという、まあ、アホなことを東急不動産が、新宿歌舞伎町でやっているんですけど。ね、そうですね。はい。なんかやっぱり、私は、心がね、まあ、女性の方の、心が女性で、体が男性っていう方が、そんな、はい、体が男性なのに、女性のトイレに無理やり入ったりしませんと。で、私は心が女性なのに、女性を悲しませるような、驚かしたりね、怖がらせるような思いをさせるわけないじゃないですかって書かれてて、多分当事者の人たちはきっとそういう考えの人が多いんだろうなっていうふうに。まあ、まともな人はそうです。はい、はい、だから、まあ、悪用するような人はね、いるみたいですからね、はい、女性トイレを使えなかったと言って、最後のトランスジェンダーの、まあ、元男性、はい、まあ、女性を自認している人がいますからね、経済産業省のトイレですけど、はいはい、ありましたね、はい、まあ、でもそういう人は多分稀、ものすごく稀だと、まあ、稀だと思いますね、はい、はい、思うんですよね。なんかこう、今まで普通にこう受け入れられてきた社会だったのに、変にこう分断されてしまって、またその
沖縄とね、日本が分断されたり、なんかこう分断が続きますね、もうやっぱり。そうですね。もうこういうごたごたが長引くと、まあ、やっぱり人の気持ちとしても関わりたくないなというふうに思う人が出てきちゃうんですよね。いや、わもうかります。LGBT ってももう本当にこう面倒くさいからもう、まあ、表面上ははいはいって言って、もう極力近づかないようにしようというふうになる方がむしろ社会の幸せにとってはマイナスだと私は思いますよね。こんな法案を作ったり。わけのわかんない制度をどんどん作ったり、その法理案解に増進の、反対すると、まるで差別主義者のように言われてしまうんじゃないかと思って、議員さん、って言ってる人多いと思うんですけど、例えば同性パートナーシップの、について、こう、小坂先生反対された時に、ね、懐かしいですね、バイキングの坂上忍さんが映ってますが、ね、こういう番組で取り上げられたりしたんですが、例えば当事者の方からの、こう激しい抗議だったりとかって、小坂先生にありましたか？脅迫がありましたよね。あったんですか？トランスジェンダーを敵に回すと大変なことになりますと、あなたは次の選荒川区で議員を続けられなくなりますよ。まあ、そのバイキングの放送が流れたときにそういうのが来たので、知ってる人そなんうでですすけどか。ね、そのスクールショット、スクリーンショットは ツイッターにも出したんですけど、まあ、そんなの来てましたね。まあ、一方で、まあ、極めて常識的な LGBT 当事者の方からも同じ気持ちだと、私の主張していることに、まあ、賛同をすると、もう過激な団体の活動おかしいというふうに言ってくる当事者の方もたくさんいました。なるほど。そうですか。で、結果はちゃんとね、小坂先生当選されましたから。そうね、ですね。荒川区民にはね、正しい、ちゃんとね、選択をしたということで。なるほど。やっぱりでもそういう抗議が来るのも怖いんでしょうかね、議員さんはやっぱり。まあ、レッテル貼られるのを嫌がる人は多いですし、やはり一定の理論武装しないと、まあ、答えにくい質問されて詰まっちゃうようだと、最初から言わない方がいいやっていうお話になってしまうので、なるほど。もう私は何を言われても、きちんと反論はできますんで、そのそうでトすランスね。で団体の人とかもいろいろ言ってきました。いや、こうですよって言ったら、まあ、レッテル貼って逃げてきました。そうですか。小坂先まあ、最生終は、的にはレッテル貼っちゃうんですね。小坂先生は、もう最初からぶれないものだったですか？ぶれない性格でしたか？大切なものを守るため昔にからはですか？もう、しっかり戦おうっていうのはもう、議員さんになられる最初から、そう最初いう、からではないですね。そうです20年か。前に初当選をして、まだ初当選した時はもう本当に軸というものはなくて、まあ、そう社です会か。を良くしていこうとか、まあ、いろんなもので不合理なものがあったら直していこうとか、まあ、そういうような気持ちがむしろ強くて、日本の社会の在り方だとか、縦糸だとか、そうしたものの認識は、初当選したその時は、まあ、正直なかったですそうね。なんですね。で、初当選して、まあ、1年か2年した頃に、靖国神社の有習慣に、まあ、誰かに連れて行っていただいたのか、もう昔の話なんでちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そこで例の、まあ、琴の葉をですね、まあ、おい、あの、じ、靖国神社の鳥の前にですね、いつも置いてあるものだけじゃなくて、いろんな方の琴の葉を、まあ、読んで、またその大東亜戦争の、まあ、流れというものも、そこで、まあ、ある程度その知ったのをきっかけにいろいろ調べるようになって、まあ、自分が教育の中で騙されて、学校教育で騙されてたことでですね、強い、まあ、衝撃というかを受けつつ、まあ、いろいろ疑問に感じてたことが、そこで、あ、こういうことがあったから疑問に感じてたんだなということも、まあ、逆に理解をできるところが出てきたりです。なそうるしたほところからもう日本というのをどんどん学ぶようになって、まあ、軸を持つようになったと思う。まあ、17、18年前
ですね。そうですか。はい、最初当選した、はい、初当選した時は全然です。そうなんですね。1期目の途中からですね。あ、でも、はい、もう1期目からそういうふうに、やっぱりこういろんな目覚めがあったということなんですね。うん、はい、まあ、いろんなご縁で、はい、しかそうした流れをすごい強く作っていただいたのが、東京の杉並区の松浦義子区議会議員だったかなというふうに思います、はい、まあ、チャンネル桜で、まあ、将棋としては中心的な役割を果たしているんです、はいはい、まあ、私も それをきっかけにチャンネル桜などにも出ていろんな話を聞いたり、うんうん、いろんな交流ができたりして、うんうん、はい、そうですか、ありがとうございます。私も今小坂先生のね、お話で初めて靖国参拝した時に、はい、その泣けて泣けてしょうがなかったことを思い出しまして、そういう初心を、初心っていうんですかね、あの時に申し訳ないというふうに思った気持ちをやっぱり忘れないように普段からね、うん、ちゃんと意識して持ち続けようと思いました。なるほど、はい、いや本当英霊に申し訳ないなという気持ちがものすごくありますね、はい、社会の中で大東亜戦争というものを、まあ、悪いものとして扱ってるっていうのがもうどれだけ先人を英霊を侮辱しているかという、ね、はい、本当にそうですよね、のを考えると、うん、我々がこうして生きて幸せに暮らしていられるのもそうしたエレの方々のおかげであるにもかかわらず、はい、悪者にして歴史を封印し、まあ、曲げた上で正しいものを封印して、それが未だに学校でも教えられているというのをなんとか是正をしたいんですけど、その、まあ、出来上がったシステムというか教育の中でそういう自虐史観というものを取り除くのがいかに難しいかというのも議会で散々やってても動かないので、外堀からやっていくしかないなという、議会でいろんな活動しつつもですね、はい、まあ、それが、まあ、本当に少しずつ手を1ミリずつ押すようなレベルのことしかできなくて申し訳ないなと思いながらも、でも少しでもやれることはやる、そうですね、本当に方々の思いを常に忘れずに、はい、本当にありますね、その、はい、7、8年前の初めて先人者参拝した時、はい、はい、私ももう、まあ、その時にも拉致被害者の方々の、帰国を英霊の、方々へのね祈りを捧げた時に、はい、まあ、日本は皆様のね貴重な命を捧げてくださったおかげで今日本という国は続いているんですがっていうふうに、こうなんていうんですかね、懺悔するような気持ちで、大切な同胞が北朝鮮に拉致されたまま戻ってこれないような情けない状態であることを本当に申し訳なく思いますって涙がポロポロ流れたんですね。で、さっき小坂先生おっしゃられたように、もちろん優秀館も行かせていただいて、たくさんの、方々の遺書も、はい、はい、読ませていただきましたし、そうですね、だからやっぱりその英霊に天皇陛下も参拝できないし総理大臣も行けないしっていう、この異常な事態をやっぱり戻さない限りはいつまでも日本って狂っていくんだろうなと。そうですね、狂わされていくんだろうなと。自分を守るのに、あらゆるこう、まあ、なんですか、制限が多すぎますね。はい、はい、専守防衛だったり、武器移転、防衛装備移転なんとか再原則だったりですね、名前変わって武器ですから、ね、はい、もういろんな比較三原則とか、もう本当そんなものを全て金繰り捨てて何にも必要ないですね、うんうんうん、
いや、国家国民を守るためにあらゆることをもう国軍として日本国軍としてやるんだと、もうそれだけで十分です、はい、もちろん国際法で禁じられていることは、うん、まあ、あの虐殺、民間人虐殺するとかそういうことはやらないという大前提のもとですけど、はい、そうしたことを除いてはもうありとあらゆることを国家国民を守るためにやると、うん、どういうレッテルを貼られて、また中国が日本が侵略しになるか、そんなものはもう視野にもかけないと、やるべきことをやるだけだと、もうそのシンプルな話だけで十分なのに、もうどんどん自分の手足縛ってるがゆえに必要以上にお金が防衛にかかったりするわけなんです、まあ、あと自衛隊の方が過剰に危険にさらされたり、領土はどんどん危険にされて、尖閣の主権なんか半分ぐらいもうチャイナにかすめ取られそうな勢いになってますからね、はいはい、オッサーさんがね、書かれてる、中曽根首相の初期の頃は靖国神社に参拝してましたね、と。はい。そうですね。急に朝鮮と中国、まあ韓国ね、文句を言ってきましたね。まあ、示し合わされてたんでしょうね。そうですね。はい。もう長くお話していただきまして、すいません。小坂先生、ありがとうございました。疲れてませんでしょうか。全然大丈夫です、はい。ありがとうございます。どうするんかな。あ、はい。すいません。最後に、じゃあ、月さんの、はい、令和ですね。令和新選組ですね。はい。の、2023年の5月の末の方に出された、北朝鮮への制裁決議棄権に関していかが感じますかという質問なんですが。ですね、令和新選組さんが。決議して逃げた令和にどう思うかということです、ね。はい、はい。いや、もう、それただの逃げですよね。まあ、はい、北朝鮮だけじゃなくて、いろいろ考えなきゃいけないことがあるみたいな、そういう理屈だったのかなというふうに思い出すんですけど、はい。いや、そういうことではないだろうと。日本人として北朝鮮に対して、まあ、日本に牙を向けてきていること、まあ、何よりも日本国民を大量に拉致して返さないと、はい、そうしたところに、まあ、制裁かけるのも、まあ、当たり前の話で、うん、制裁だけではなくて、まあ、武力行使を私はすべきだと思うんですけど、はい、奪還のためにもう武力を使うというのは当然のことで、世界中のあらゆる国が普通に力を持っていれば、はい、力なければやらないですけど、力を持っていればやっているところなんで、日本はその力が本来あるはずなんですね、封じてるだけで、はいはい、私はそうすべきだと思う立場なので、まあ、令和の危険はただの現実からの逃げで、うん、まあ、論評にもまあ値しないというような感じですか、ね、はい、はい、よくわかります。今ね、皆さんに見ていただいているこの画像はですね、小坂先生が、荒川区議会で、まあ、荒川区が朝鮮、学校の方に出している補助金について、幼稚部とかでね、はい、はい、8万円ぐらい年間出ているそうなんですが、それについてお話をされている一場面をちょっと、お写真で撮らせていただいたものなんですが、ここで、8万円のですね、はい、8万円か9万円。9万円が文科省からで、荒川区からが8万円というふうに、はい、17万はい。外国人学校保護者補助金の話ですね。はい、そうです。はい。で、その時に、小坂先生は、もうはっきりと日本人を多数拉致して、国民を虫けらのように殺す血塗られた独裁者が支配する国、北朝鮮というふうにはっきりおっしゃられていました。うん。で、こういうふうに、もちろんこういう北朝鮮にゆかりがある人を傷つけてしまうんじゃないかとかいうね、配慮をしてしまうのもわかるんですが、まあ事実ですから、これが本当に。そうですね。はい。そういうことは言ってはいけないじゃなくて、事実をもう、粛々と述べなければならない時っていうのはあるわけですし、余計な配慮なんかしてこう、ごまかしてしまうことは、結局偽善だと思うんですよね。そうですね。はい。だから私は山本太郎さんはやっぱり偽善者だなと。
普段人権人権とすごく人権人権とこう涙も流しながら言われる方が、北朝鮮にこう拉致された日本人被害者だったり、あの国で何百万人と餓死して死んでいった人たちとか、今もね、公開処刑されたり、ひどいことが政治犯収容所で行われてたり、一切言及しないんだなと、思いました。ましてね、制裁を棄権するなんて、ああ、そういうことかというふうに感じたんです。だから皆さんもそういうところはね、もう突っ込んでいったらいいと思います。で、それでこそと本て当も日に本ね、の政党とは思えないですね、そう令です和。よね。でもなんかこう、後ろにどういう方々がこう、ついてらっしゃるというか、仲良くされてたり、支持者でいたりするのかっていうのがこう、想像できるなぁと、思いました。月さん、これ、で、いいですか？継続しても何の意味もないことは明らかだとの声明を出しました。令和はね。そういうね、人たちも、一部いて、そういう人に票を入れる票も、一応民主主義ですから認めなければならないという。制裁の効果が、薄まってる面はあるかとは思いますけど、何の意味もないとは思いませんし、薄まってるというのはむしろ生ぬるいので、もっと制裁を、強化をすべきだというふうに言ってくれれば、そうですいいね。んですけど、制裁の意味がないっていうのは、全く、違いますよ主ね。体性がないというか、いや、拉致被害者奪還するための制裁きちんと、もっと実効性のある形で、もうやるべきだというふうに私は思いますね。朝鮮学校がこんな存在をして、朝鮮総連が資産凍結もされず残ってるということ自体も制裁、というのは形だけで、本当に制裁する気がないってことですかね。人の往来ができないとか、こう経済的にちょっといろいろ封鎖してるとか、そういうレベルじゃなくて、もう日本国内にある北朝鮮の出先機関を締め上げないで、形だけの制裁してますっていうのは、効果が限定的なのは、それは確かといえば確かなんですね。朝鮮総連にきちんと手をつけて、破防法をただ監視してるだけじゃなくて、もう適用して解散させると、もう日本社会にとって明らかに害悪なことしてますから、本当ですよ。拉致に協力したりですね。で、朝鮮学校は朝鮮学校で、自由な学校って言ったら全く自由じゃないですから、全く自由北じゃ朝ない鮮です本ね。国を批判することなど許されない、朝鮮総連との人事交流で朝鮮学校の先生と朝鮮総連の幹部がいつも入れ替わってるような、そんな表裏一体のところなので、ああしたものを学校法人として日本社会が、野放しにしてるということ自体、制裁を十分やる気がない日本社会だなというふうに、全世界にメッセージを発してますよね。朝鮮の外国人学校保護者補助金とか、朝鮮の幼稚園に対して、幼保無償化の対象にして、ただで通えるようにしてると、もうそんなのはもう本当、論外ですね。制裁以前の話で。ソルマジ公園にね、日本から北朝鮮に渡って、キム・ジョンイル委員長先生様みたいに言ってた男の子が荒川区の子だったということも、荒川区の朝鮮学校に通ねえ、って荒る子川区でのす朝か？鮮学校に通っている日本在住の、在日朝鮮の人なのかな、子供さんだったというのも、ここで、この区、荒川区議会で証言されてるんですが、そういう時に、ああいう映像は皆さんに見ていただいたりとかっていうのは難しいんですかね。映像はできないんですよあ、ね。できないんです国会用にか。大型のテレビジョンあるんですけど、それ使わせてくれないんですよ。そうなんですか。どう？だってね、小坂先生はもちろんご存知だけど、後からね、調べてもらったら YouTube で見れるんですけど、見ない人はわからないですもんね。なんかそうですこう、ね。独特のね、異様さっていうのは。
選抜された優秀な朝鮮学校の生徒を朝鮮学校の先生が選んで送ってますからね、朝鮮学校関係ないですというのは全く取んないですから、うわ、選抜してるのは朝鮮学校の先生が選抜して送り出してるわけです、北朝鮮。そんな危ない国にね、はい、それでやってることがその独裁者賛美する舞台での、はい、洗脳教育ですよね。あの子供さんがその後どういうふうにこう、そのこ、なんて言うのかな、ああいう洗脳があの成長にどういう悪い影響を与えるのか、もう心配だなって。そうですね、日本社会の中で生きづらくするような教育を朝鮮学校はしていて、かつ、まあ、嘘を、日本に対しても朝鮮の歴史に対してももう完全な嘘ばかり教えているという、もうまさに教育的な児童虐待の場ですからね。本当にそうです。だから、はい、私文科省にもあの電話で言ったことあるんですけど、もっとやっぱ電話して言わなきゃいけないなと思います。やっぱ日本の国内でああいうひどい教育、絶対的忠誠を誓わせるようなことってもう児童虐待としか言いようがないですから、あの自分の子供じゃなくてもやっぱ子供さんね、今年はもういかない子供、本当に気の毒でかわいそうで、それをなんか文科省がもっと深刻に捉えてもらえないのがすごく残念なんですが、あのしっかり訴えていこうと思います。皆さんよかったら、はい、あのメールとかですね、よろしくお願いします。はい、もうすいません、小坂先生のあの国王に甘えてすごく長くお話ししていただきました。ありがとうございました。すいません、私の方が長くなっちゃった。いやいや、あの本当にありがたかったです。あの、小坂先生、ありがとうございました。あ、はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これからも、あの、はい、ご活動応援させていただきますので、頑張ってください。はい、しっかりと、はい、はい、軸を持って、え、進んでまいりますので、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、小坂先生、ありがとうございました。ね、小坂先生のような方とか、まあ、先週の永瀬隆先生のような方をね、こう、まあ、もっとたくさんね、いらっしゃいますけども、まあ、全体的に言うと、そういう、こう、しっかりした、こう、国家観だったり、愛国心だったり、伝統文化を守っていくんだという、ね、批判や抗議を恐れずしっかり主張していくんだという、こう強いぶれない、政治家さんって本当にそんなにはいないので、ぜひ皆さん、ね、支えましょうね、応援して差し上げてください。はい、小坂先生、あのツイッターもフェイスブックも、されていらっしゃいますので、ぜひ皆さん発信、通知ボタンをね、はい、押して、どういうふうにね、発信されているかっていうのを、見ててくださいね。はい。なんかね、今日ね、小坂先生の話聞けると思ったら、こう、ワクワクしまして、どういうふうにお話ししていただこうと思って、いろんなこと調べてまして、例えば、日本の、国技と言われるお相撲ですね。相撲界にも、例えば、女人禁制ってあるじゃないですか。土俵の上にはね、女性は上がってはいけないという。で、それも、例えばこういう LGBT の理解増進法から、もうそろそろそういうものも解禁したらどうだみたいな流れが来るんじゃないかなとか、そういうこともね、考えたりとかしてたら、いろんなことね、こう、あちこち調べてて、あ、そうだったんだって思ったのがですね、例えば、明治29年ですから、今から140年前なんですけど、アテネで、
近代オリンピックの第1回が開かれたんですね。その時にはなんとこの第1回の近代オリンピック女人禁制で行われたんですよ。たったね140年前ですが、男性だけでねオリンピックって開かれたんですよね。そこからこういろいろこう女性も社会で活躍できるようにっていうふうにどんどんねこうそういう運動も起きてきまして、だからいろんなところにこう平等だったり、活躍できる場が広がっていく、別にねどんな方でも障害を持っている方でも、病人の方でもあと子育て中の、女性でも、高齢なだけで別に体がねお元気な高齢者の方だったりいろんな方にこう社会がね門戸を広げるっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、時代っていうのはこうやって移り変わっていくところもあるし変えてはいけないところもあるなというふうに、そういうふうにこう考えたりしていました。はい、あ、月さんありがとうございます。サネヨシさんがね、はい、主催される映画恵みへの誓い上映会が6月24日土曜日、神奈川県民センター301号会議室で、午後2時10分から開始です。はい、メールインフォアットレイメルかな -kyoren.com だそうです。はい。あ、小坂先生ありがとうございました。はい。もうなんていうのかな、小坂先生のような方がこう、まあ、星の旗振りといいますか、みんなここが問題ですよとか、ここはしっかり見ててねっていうのをこうツイッターやフェイスブックに出してくださるのがこう私たちがね何を気をつけなければならないかの指針といいますか、はい、課題になってありがたいです。これからもね応援させていただきますのでよろしくお願いします。でね、来週は、あ、そうそれも言っとこうか。本日は北海道の幕別町で映画恵みへの誓いの上映会が、ありました。なんと90名もの方が上映会に参加されたということで、もうね、すごく盛会となって、もう大盛り上がりで、ね、素晴らしい、上映会ができました。主催された白木智子さん。にツイキャスの方に出てお話ししていただけませんかというお願いをさせていただいております。で、来週署名活動をされるのかな。で、それが落ち着いたぐらいにこうツイキャスに出ていただこうかなというふうに思っております。で、来週はもう私一人で、はい、ちょっとゲストの先生方も続きましたのでちょっとこうなんか休みと言いますか、はい、あ、そう。小野寺まさるさんもね、白木智子さんのその上映会の方に行かれてお話もされたそうです。はい。ちょっと実は、ここで皆さんにお知らせがありまして、小野寺まさるさんがこの間、岡山の、護国神社で講演会をされたのですが、その前にね、神戸の方にも立ち寄ってくださって、私と収録をしてくださったんですよ。で、チャンネル桜北海道と、文化人放送局のマサルさんの生放送か、何かの回に、音声だけなんですが、マサルさんはね、もちろん動画なんですけど、マサルさんがこう画面に向かって話しているカメラの向こう側に私がいるという感じの対談を、
文化放送用とチャンネル桜北海道さん用と撮りました。はい、多分近々見れるというか上がるんじゃないかなと思います。はい、恥ずかしいやらね、ありがたいやらで、またよかったら、すいません、ちょっと噛んでたりもするんですけど、何もね、台本も何もなくぶっつけ本番だったので、ちょっとそこはお許しくださいね。また見てください。はい、で、あとですね、潮風の、クラウドファンディングもまだ続いております。6月30日まで。月さん、晴れる、レディー4の。晴れるかな？私が戻った方がいい？ちょっと戻られへん。ごめん、月さん、晴れたお願いします。潮風レディー4さんでのクラウドファンディング、6月30日まで。あ、ぴょんたさん、ありがとうございます。はい、ちょうどね、こう、皆さん最初にバーッと支援されて、ね、目標額も達成して、でも目指せ1000万円、1000万円ということで、ね、目標は高く頑張りたいと思いますので、ぜひぜひ、お力添えください。ちょうどね、こう、支援のこう、勢いが緩やかになってくる頃なので、今やっていただけると、だったり、6月のね、お給料が出た頃にやっていただくと、すごくありがたいです。はい。よろしくお願いします。あ、もうあと30万円弱になってるの、すごいなぁ。はい。で、先週、アナザーアナザーさんが書いてくださってたんですが、ごめんなさい。ちょっとね、あえてわざと、本当にごめんなさい。ちょっとね、幕別町の上映会を応援したい気持ちがあったので、あえて黙ってたという、まあ、すいません、黙ってたのよくないんですけど、Amazon のプライムビデオで今、恵みへの誓い、映画のね、恵みへの誓い無料で見れます。はい、Amazon プライムビデオのアプリから、こう、入っていただいて、恵みへの誓いとこういう、検索をしていただくと、今無料で見れますので、まあ、まだ見てない方や、久しぶりに見たいなっていう方、はい、周りの方にね、ぜひ、Amazon プライム入ってる人多いと思うので、はい、みずほさんやってるんです、今。ちょっとね、今日のね、幕別町の映画会のね、邪魔をしたくなかったので、すいません。はい。ごめんなさい。言わなかったんです。すいません。でもね、まあみんながみんな幕別町に行けるわけじゃないから邪魔にはならないかなとも思いながら、でもなもしなんかこう、ね、天候が悪くて、もうわざわざ行かないでも家で見ようかなみたいになって、お客さん減ったら嫌だなと思って。すいません。ね、アナザーさん、せっかくね、先週書いてくれたのに。なので、ね、もう買っちゃった人もいると思いますし、潮風で、クラウドファンディングのリターンにもなっておりますし、はい、ね、トゥルーノースもまだ見れますし、ぜひぜひ、映画とかは、周りの全然こう、普段、拉致問題に触れてない方にも、すごくこう、ダイレクトに理解していただいたり、関心を持っていただける、いいツールになります。武器になりますので、エンタメを武器にして、ぜひ、拉致問題への関心を持つ人を一人でも増やしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の配信終わります。長くなってしまって申し訳ありません。荒川区議の小坂英二先生も私のね、大尊敬する小坂英二先生に、お話を伺いました、ね。中瀬先生、小坂先生と続いて、ね、素晴らしい先生にお話を聞けて、はい、ありがたかったです。で、来週はすいません、私一人になります。もしよかったら、聞きに来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。
会いたいよ今、会いたいよ今、すぐに。